本のマスコミではあまり報道されていない、だけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします、うん、はい、今回もですね、12月中旬、特に12月11日から14日の間は世界中で株価がもう大暴落するかもしれない、うん、いや逆に株価はめちゃくちゃ上がるかもしれない、うん、という世界のね超重要イベントが4つも重なっているんで、ね、その情報を解説したいと思います、はい、ちなみに前回はですね、まず12月11日にはサウジアラムコの IPO があると、あった、もう世界最大の企業が誕生すると、うん、もうアップルとかマイクロソフトを抜いたもう約2倍近い時価総額を持ったもう世界最大の企業が誕生するという話ですね、うん、そして12月12日次の日にはですね、なんとブレグジットをめぐるイギリスの総選挙があると、まあ、こちらも一応ジョンソン首相率いる与党は勝ちそうなんで、なんとなく平穏にはいきそうですけど、選挙を蓋開けてみるとわからないのでちょっと要注意という話をしました、ね、うん、この2つの、ね、超重要イベントについて詳しく解説したんですけれども、今回は、ね、その続きとなります、うん、引き続き、ね、世界中で株価がもう大暴落するかもしれない、いや逆に株価がめちゃくちゃ上がるかもしれない、その超重要イベントの3つ目から見ていきたいと思います、はい、ではね、その詳しい話に入りたいんです、その前にですね、まだの方、初めての方はぜひチャンネル登録のお願いします。ぜひぜひできます。もうちょっとで14万人ね、カミオティームついに行きますんで、ぜひ皆さんの力をお貸しください。お願いします、はい、チャンネル登録者数が増えるごとにね、ちょっと濃い話をしていこうっていう、あ、そうなのいう話になってますので、はい、ぜひ登録していただければと思います。お願いします。では3つ目のね、超重要イベントは何かというとですね、うん、これヒンデンブルグ方面の有効期限が12月14日あたりまでということです。あ、そうなんですね、はい、でヒンデンブルグ方面に関してもですね、株や FX コーナーとかでしっかり特集したんで、ぜひそちらをね、まだの方は必ず見ていただきたいんですけど、まあ簡単にだけ復習しておきますと、うん、はい、実はですね、11月14日にアメリカ株の大暴落のサインと呼ばれているヒンデンブルグ方面っていう指標、まあそういうテクニカル指標みたいなのが点灯しました、うん、これ分かりやすくね、まあ大雑把に一言で言ってしまうと、アメリカ株の急落もしくは暴落の予兆を示す指標のようなものです、うんうん、まあ簡単に言っても本当にアメリカ株がやばいよっていうようなサインですねって思っていただければいいと思います、うん、はい、でこれもっと言えばですね、株価が下降トレンドの時には絶対転倒しないですね、うんうん、株価が上昇トレンドの時のみに転倒して、うん、その後に急落または暴落になる可能性が高いというサインです、はい、で今現在はですね、ニューヨークダウ、S&P500、ナスダックなどもアメリカ株史上最高値更新しまくってますよね、うん、まあ、ちょっと下がる日もありますけど、うん、まあ、何日か後にまた更新とか基本的には上がってますね、そう、つまり超上昇というのは真っ只中ですよね、はい、そんな中で、ヒンデンブルグ方面が転倒したので、プロの投資家トレーダーとしては警戒すべきということですね、うん、でこの転倒後ですね、大体1ヶ月ぐらいが暴落の警戒期間と言われています、はい、つまりヒンデンブルグ方面が転倒したら今から1ヶ月以内にアメリカ市場が大暴落するかもしれないよってことなんですね、うんうん、つまりだから11月14日に転倒したってことは、まあ、大体12月14日あたりがまでが有効期限ということになります。で、まあ、ヒンデンブルグ方面はですね、まあ、もちろん 100% 当たる必要ではないんですけども、うん、一応象徴的なもうぴったりドンピシャで当たった事例で言いますと、実際にですね、去年2018年の2月にアメリカ株の歴史的大暴落、うん、はい、まあ、一時期はね、リーマンショックの2倍以上もに、ニューヨークダウ大暴落した時ですね、ありましたね、まあ、1500ドルぐらい下げてアメリカのニューヨークダウがもう歴史上一番下げた時ですね、うん、日ですね、もうあかんのちゃうかって思った時ですねまあそれぐらいも下げた時ね、うん、その時も実はですね、ヒンデンブルグ方面はその2週間くらい前にはもう転倒してたと、うん、見事に的中したってことですね。なるほど、まあ、もう少しちょっと具体的に言いますと、2018年2月5日にニューヨークダウは前週末比1175ドル安と、うんうん、もうありえないぐらい下げた。リーマンショックの時でさえ777ドルだったんで、ね、うん、4桁下げたと。すごいね、いうことでもうすごい大暴落したと、うん、だ1日の下げ幅としては今というようにリーマンショックの、2008年9月29日の777ドルを抜いて過去最大の下げ幅を記録しました、はい、まあ、ちなみに、ね、それを受けて日経平均株価も下げ幅は一時1600円を超えると、うんうん、日経平均1600円を超えるってすごいんですから ね、 すごいね、ありえないぐらいの大暴落をしたと。でその時ですね、ヒンデンブルグ方面はどうなったかっていうと、1月19日にヒンデンブルグ方面が転倒しました、うん、そして1月26日にニューヨークダウは史上最高値をつけました、うん、だヒンデンブルグ方面は上昇トレンドの真っ只中に転倒してしばらく上がるって言ったのと全くその通りですね、うん、
19日に点灯してその後ずっと上げ続けて、まあ、1週間後ぐらいニューヨークダウは史上最多当時の史上最高値を更新したわけです、うんうん、で4日後にまた1月30日にヒンデンブルグ方面再び点灯しました、はい、そして2月後にニューヨークダウが今言った歴史上最大の大暴落をしたという流れになっているということですね、うん、まさにヒンデンブルグ方面が見事的中したということですね、うん、そしてこの2018年2月に起こった流れというのが今と非常によく似ているということですね。だって今ヒンデンブルグ方面転倒したけどまたニューヨークダウ史上最高値更新。あ、ほんまやほんまや。ということでちょっと警戒感が流れが似てるわけですね。流れがすごく似てるってことです。なので今回のヒンデンブルグ方面の動きは昨年2月の超大暴落の状況とかなり似てるところがあるんで、はい、かなり警戒している投資家が多いっていうのも事実ですね、うん、そしてプロの投資家とか特にねアメリカ系のヘッジファンドの中にはこのヒンデンブルグ方面に注目してもすごく多いんで、うんうん、逆にねその弱気の雰囲気に乗っかって大規模に空売りを仕掛けてくるヘッジファンドもあるということです。なるほど。つまり大暴落が起こるヒンデンブルグ方面が転倒したからみんな弱気になるだろう、うん、そしてここでちょっとで無理崩せばそれに一気に売りが流れるだろうっていうことで売り仕掛けてくるヘッジファンドとか AI 向いてるってことですね。なるほど。おめえ来たー言うて、まあ、そうみんな売りに走るってことですね。そういうことです。だから卵が先や鶏が先は分からないですけどもヒンデンブルグ方面そういうところもあるってことですね。なるほど。ヒンデンブルグ方面が転倒したつまり過熱感を示す仕様なんで本当に過熱 しすぎたから調整で下げるのか、うん、それがヒンデンブルグ方面転倒したからヘッジファンドが仕掛けたから下げるのか、まあ、分かんないですけど、うんまあ、そういう可能性も出てくるということですね。なるほどね。なのでこのような状況にあるんで一応暴落の警戒期間の終わりとなる12月14日くらいまではそのアメリカ株の大暴落にも要注意、そしてアメリカ株が大暴落するということは当然日経平均株価にも影響しますんで要注意ということになるということですね。なるほど、うん、だサウジアラムか IPO ブレグジット総選挙2日後にはヒンデムローの有効期間が来るということです、うん、だから被っているとまだこれ暴落する気がしてきたなというちょっと要注意ということですね、はい、で次にですね4つ目超重要イベントはですねこれがまあずっと僕は言ってますけれども逆イード発生から12月14日4ヶ月になるということです。4ヶ月、はい、もう4ヶ月になってるんだ。もう首座ってるぐらいね、はいはい、子供で言った赤ちゃんで言った成長してきたもうそのね、うん、その種がね、はい、で逆イードについてもですね株や FX コーナーしっかりと特集したんでぜひねそちらもの方必ず見ていただきたいと思うんですけども今回はですね、うん、結論だけ言うとですね先ほどのヒンデンブルグ方面が大暴落を当てる確率っていうのは実は 40% か 50% って言われてます。まあでもまあ一応半分当たると、うんうん、でも逆に言うと半分当たらないという指標なんですけどもこの逆イールドが大暴落を当てる確率というのはこの過去50年間で言っても 100% 確率です。怖っ。一回も外してない。あでもそんないつかは暴落するやん。七星さんぐらい外してない。ちょっと褒め殺しやんそれ。七星さんヒンデンブルグ方面ぐらいの確率としても逆移動さんはもう全然外してない。あずっと的中なんですね。的中、うん、でも言うたら1年間でっていうことでしょ、うん、あれは1年間ぐらいでっていうことなんだ。逆移動転倒からまあ数ヶ月から2年ぐらいの間ね。そんな俺も言えるやん数ヶ月から2年やったらいけるやん。まあ、で例えばですね、その前回のリーマンショックをはじめ、うんまあ、教科書で出てくるような歴史的大暴落は全て的中させています。それが逆移動発生ということですね。そして逆移動はこのコーナーでもずっと言っていますけど8月14日に発生しました、うん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 、まあ、その時からね一貫して言い続けてますけどあの日あの時あの場所で世界が変わったということです。変わったんですね。小田和正さんの曲のようにあの日あの時あの場所で古いな名曲ですけども古いね。あの日から世界が変わったわけです。ほとんどの人分かんない僕たちの視聴者さんやったら分かってるかもしれない。同世代歓喜若い世代意味不明で逆移動発生から、まあ、名越さんがおっしゃったように実際の株価大暴落が起こるまでが起こる期間というのは大体2ヶ月から2年くらいとかなり幅があることは、まあ、もちろん事実なんですけども、うん、逆移動発生からすぐに株価が大暴落するパターンの時っていうのは、うん、大体2ヶ月から4ヶ月以内っていうのは一つの山節目となっております。なるほど。過去のパターンから言ったらね。その意味でもうこの12月中旬分かりやすく言えば12月14日前後っていうのはかなり警戒しておいた方がいいということですね。うん、逆移動発生から大体その
今言った 2ヶ月か2年ぐらいの間結構幅あるんですけど、うん、2ヶ月か4ヶ月っていうのは大きな山なんですね、うんうん、その間に結構だいぶが起こってて、うん、それ過ぎたらまた半年ごとか1年後に起こることが多いんですけ ど、 なるほど、一番逆位で発生が多いパターンが2ヶ月か4ヶ月内なんですよ、うんうん、だからその4ヶ月っていうと 8月14日の4ヶ月後っていうことで12月14日 なるほど、ね、なんとヒンデンブルゴーミンと一緒お前で、うん、ということで、これは不吉 な下がる気してきました、ね、下がる気しかしない。サウジアラムコはこけ、ブレグジットがなんか失敗し、ジョソさん失敗して、うんうん、シンディブルゴーメンと逆位であるから、うん、ヘッジワンドも強気で打ってきて、うん、大暴落可能性も全然ありますよ ね、うん、なんでプットオプション特集をやってくるのもう間に合わないじゃないですか。その大暴落のせいでレバレッジドローン CL を爆発しドイツ銀行に発展していって、うん、世界が終わっていくかもしれない12月中旬に。だからクリスマスブラッククリスマスになるかもしれない。お前やで歴史に名を残すブラッククリスマスになるかもしれないということですね。お前やで、うん、なんで教えてくれへんなんでだからチャンネル登録者数が30万人いったらもうプッションいや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 ということでぜひ真ん中で登録してください。ぜひお願いしますというわけでですね、このようにですね、まあ、偶然なのか必然なのか分かりませんけども、うん、12月11日から12月14日にかけて世界の超重要イベントが4つも重なっているということですね。まとめておきますと、はい、12月11日がサウジアラムコの IPO、はい、12月12日がブレグジットをめぐるイギリスの総選挙、はい、そして12月14日がヒンデンブルグ方面の警戒期間の最後の日であり、うん、なおかつ逆位で発生から4ヶ月の節目になると、はあ、大きな山場になるということですね、はあうん、ちょっとかぶってるとほんまやね、ちょっとかぶりすぎかなっていうのもあるので警戒感があるということです ね、 ね、はい、でまたですね、具体的な日付がわからないんで今回はこの中に言えませんでしたけども、はい、米中貿易戦争に関してもですね、まあ、第一弾合意が近づいているとか近づいていないとか行ったり来たりしてますけども、一応米中間ならいろいろ言われてますけども、そのあたりの決着もですね、まあ、うまくいくのかうまくいかないにせよ、それも含めて12月中に何か大きな動きがあるというのはまあ間違いないでしょうと。そうですね。でそのイベントもですね、当然今回ご紹介した4つにはもちろん絡んできますんで、うん、米中貿易協議の行方にも当然要注意ということがありますよね、うんうんうん、まあそのあたりでもし米中がこけたらまた株価暴落につながっていくし、逆に米中がうまくいったらもう一気に全部リスク、今世界のいろんなリスクの中であるブレグジットと米中戦争がどっちも OK になったリスクオンがますます強くなるんで、そうですね、で サウジアラムコで儲けたお金がまたこっちに流れてくるので、うんうん、株価めちゃくちゃ上がるかもしれないですね、うん、ということもあり得るということです。ヒンデンブルグ方面は外し、うん、で逆位ではずっと言ってますけど、逆位で発生したから言ってすぐに下げるわけじゃなくて、しばらくは株が大暴騰すると、うん、株が上げ続けるっていうお話をしたように、うん、またさらに加速するかもしれないですよね。上がる気がしてきたなんかしてきますね、上がる気する、うん、買おう結構どっちかに極端にいきそうな感じですから、ね、ちょっと要注意ってことですね。前で12月中旬を境目に、うん、世界が変わってるかもしれない。そういうことです。ちょっと極端に変わるかもしれないですですね、うん、ということでちょっと要注意ということですね。というわけでですね、12月中旬にかけて、まあ、世界の投資マネーがですね、株価大暴落に行くのか株価の爆上げに行くのかは分からないですけども、うん、超活発に動くであろうイベントが4つも重なっていると、うん、でプロの投資家トレーダーとしてはしばらくはね神経使う時期になりますけれども、ここはメンタルをしっかりと保っていただいて、はい、このイベントたちを乗り切りましょうということですね、うん、もちろん腕に自信がある方にとってはもう超絶に稼げるチャンスになるということですね、うんうん、上げるか下げるか大きく動く、ボラティリティが大きいってことはそんなに稼げますからね、うんうん、チャンスということです。そうですね、はい、まあ、そしてねクリスマスやお正月などの年末年始休暇をゆっくりと過ごすためにもね、しっかりと稼いでこの間に稼いでおいてもホクホクになって、迎えていただければいいかなと思います、うん、おそらく今年最後の大きな戦いになると思います、この戦いね、この辺りが、うん、ちょっと撮影お休みしていいですね、まあね、クリスマスに近づくとヘッジワンたちもクリスマス休暇入るんでね、うん、あんま動かなくなるんで、うん、この12月中旬がもし今年最後の大決戦になるかなと思います。なるほど、なるほど、という時期になるかなと思っております。来週はお休みしますというわけ ですね、今言った4つのイベントですね、サウジアラムコ、ブレグジットの巡り、イギリス総選挙、まあ、ヒンデンブルグ方面と逆輸の派生の、有効期間とか、あと、まあ、米中貿易戦争に関してもですね、うん、何か小さな動きでもあればこれ大きな
逆にそれを早く知れば知るほど稼ぐチャンスになりますので、ね、何かちょっとでも、情報があればですね、すぐに最新情報とそのリスク対策について、お教えしますので、ぜひまだの方は紙オレのラインアットの方をご紹介ください。お願いします。できます。ラインアットならね、もうすぐに数秒で送れますので、すぐに送りたいと思います。では今後もですね、このように、まあこのような世界を揺るがすような重要なイベントとか、もしくはいろんな株価の、話とか、日本のマスコミであまり報道されていないニュースの解説などいろいろしていきたいと思いますので、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いいたします。車がトライアットも登録お願いします。ぜひねボタン、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。最近ちょっとね、皆さんあんまりいいの押してくれなくて、あら飽きてきたんですか。いや飽きてきたと思う。ずっと同じことですよ。ちょっといいねください、押せよ。やっぱりね、いいねいっぱいあるときは伸びたんで、ね、伸びな、伸びる。最近ちょっと皆さんちょっといいねサボり気合いがね。というわけでちょっといいねボタンでまたお願いします。あと動画説明欄の方にこの動画関節は説明の方も書いておきますので、文章の方でも一度復習してみてください、うん、それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。